歯が立つまい。リーフデ号もひどい有様じゃ。ひとまず秋に寄るとしよう。長政殿は親族にあたる平岡頼勝殿の調略に出向くとのこと。船が修理されるまで身動きは取れぬし、毛利の調略を手伝ってくれ。あれが石田の家臣筆頭、島左近殿。敵にはしたくない相手よ。しかし、左近殿でも毛利の調略は難しかろう。